まあ、EL キャンプの開幕式を始めたいと思います。よろしくお願いします。とにかく、ゆりさんに喋ってもらいたいと思いますので、もう、ここから僕の全部前にお願いしますので、よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。家入一馬です。今日は、集まっていただきありがとうございます。本当、なんか、ちょっと、喋りがなかなか上達しないのと、頭がたまにポンと抜けちゃうので、お聞き苦しい点があったら、お許しください。で、まあ、今回出馬を決めた、理由とかそういったところをコツコツとお話しさせてもらえたらいいなと思います。僕は、まあ、35歳なんですけども、福岡で生まれました。で、あ、こういうとこからしてていいのかな。あ、そうです。で、まあ、中学2年生の時に、いじめにあって、そこから、まあ、引きこもりが始まって、まあ、最終的に18ぐらいまでかな、中2なんで13歳ぐらいから引きこもりになってしまって、まあ、そこから対人恐怖症みたいになっちゃって、もう家から出れなくなって、18歳ぐらいまで、ずっと家の中で過ごしてきました。で、まあ、その間 の、 そのもう家から出れないんだけども、まあね、当時はまだパソコン通信って呼ばれてた時代だったんですけど、そのパソコン通信を通じて、本当電話回線の向こう側になんか知らない人たちと交流することで、なんとか、まあ、人と交流するっていうのをなんですか、ね、やりながらなんとか生きてきました。まあ、それがなかったら本当に僕はなんか死んじゃってたような気もしてしなくもないです。で、まあ、その後もいろんな会社に就職するんだけど、まあ、それまでずっとなんですかね、こう家の中に引きこもっていたので、まあ、就職をいきなり下を主に使って僕らの政策っていうハッシュタグで、まず一番最初に皆さんが政策を集めていきました。で、それはもう本当に男性にこだわることなく、みんなから本当にやっぱり一人一人がなんか意見を持ってるっていうのも難しい話だと思うんですよ。いきなりお前は政治に対してどう思うのって言われてもなんか分かんないと思うんだけど、なんか一人一人が小さな問いを持つことがすごく重要だと思っています。で、これもすでに、Google Doc で、裏でボランティアのグループで制作、編集チームっていうのがいて、もう常にずっとリアルタイムでここで集計されているのがリアルタイムに見えるようになっています。これとかすごい Google ドックを使ってうまいことやってるなと思うんですけども、まあ、そうやってみんなからまず、政策を募ってメインをこう吸収しているところです。で、またさらに、近々明日かなリニューアルして、さらにまた新しい問いを、掲載しますので、そこからまたさらに、その新しい問いに対して皆さんから意見をもらうと。で、その結果、集計して僕らの政策というのを落とし込んで金曜日に発表しよう。で、これも結構ね、すごいいい政策になるんじゃない、公約になるんじゃないかなと思っています。で、やっぱり、まあ、さっき言ったようにお前の核となる意見ないのか、覚悟ないじゃんとかって言われるんだけど、まあ、そもそも公約掲げても守らない人も多い中で、だったらまず一旦みんなから吸い上げてそれを形にする方が僕はすごく合理的だと思うんですよね。だから今こういう手法をとっています。ただやっぱ選挙期間中ね、そのずっと集め続けて終わりじゃ意味がないので、やはり一旦ちょっとバシッと、作りたいなと思っています。金曜日に発表、金曜日に発表します。これはどういう形で記者会見という形で発表しようと思っています。はい、で、次が、横の株です。あ、そうですね。で、次に、インターネットっていう、まあ、半分ダジャレっぽく見られるんですけども、インターネット党で、まあ、都が被るんでインターネット党にしたんですけども、まあ、政治団体インターネットっていうものを設立いたしました。で、これはもう英語にするとまんまインターネットパーティーなんですけども、あ、インターネットパーティーオブジャパン。さっき、お話ししたような、スウェーデンの、あ、違う、ハンガリーの、インターネット民主党 IDE とか、スウェーデンのデモレックスとか、そこら辺の、政党の日本版的な、まあまあもちろんあちらはもっとシステム的にすごく考えられているので、それはちょっとこれから研究していかなきゃいけないんですけども、まず日本でそのインターネットを使った民主、直接民主というものを、考えていこうっていう、そのまあ入り口としての政党を作りました。
まずこれを発表したいなと思いまして、録音できたので、こんな感じですと、はい。まあ、今後活動はまた、追ってご報告していきます。まずこれで選挙カーは今急いですか？そうですね、これで選挙カーをまず作っているようです。はい。で次が、これも新しい試みだったと思うんですけども、クラウドファンディングで、今回の選挙資金および調達金を集めようというプロジェクトがありまして、これが無事、2日で、目標金額の500万というものを達成し、つい 2,3 時間前達成して、でもまた伸びて今613万まで伸びています。新しい可能性を一つ開いたなと思っていて、クラウドファンディングで供託金や、選挙資金が、を集めることができるんだとすれば、今まで出馬したくてもできなかった志のある若い子とかがこれを使って出馬することが可能になるわけですよね。かつ選挙で戦うお金もその僕が今やってるようにツイキャスなり、ニコ生を使うとか、選挙カーを使わずにね、なんかそうやって、コストを下げるっていう方法でインターネットを使っていけば、若い子が本当に出馬して戦っていくっていう土壌ができるんじゃないかなと思っていて、だからそのためにクラウドファンディングで今回お金を集めるっていうのは必須だったんですよ。で、できれば、出馬前にクラウドファンディングで供託金を集めるってことをやりたかったんだけど、やはりそれは、事前にその票を集める行為につながるんじゃないかっていうことでグレーだったので、僕らは一回出馬を決めた、告示日の後にクラウドファンディングを始めて、でも2日で、600万、これはもう皆さんの本当支援のおかげなんですけども、ありがとうございます。集めることができました。で、これはまだ、残り3日間あって、まだまだ支援を集めることができるようになってますので、もしよろしければ、ご支援いただくと。いろんなその金額に応じてリターンというものもありますので、ご興味があれば見ていただければ。これまでこのページ見たことないって人います？会場で。ほら、ぜひ見てください。そうですね。500円から支援ができる。500円だと、エレクションナイトっていう。これの名前がね。あとの祭りっていう名前が。なんか共通の友人が Facebook で、イエさんやっぱり真剣に考えてるから、ちょっと相談に行ってあげてくれないかみたいなことをいただきまして、それで今回お会いしまして、お会いしたのが、出馬、あれは告示前の19日か、日曜日にお会いしまして、でその時僕の友人とお会いして、その時はもう一応その時にまず真剣かどうかを確認しまして、でいろいろ熱く語っていらっしゃいましたので、これはもう本当はであれば、あと僕自身が今回都知事選見て本当にもう公開討論会は2回は流れるし、全部著名な本末の方も含めて含めてみんな60代以上だと、これはあかんのやろと、やっぱり若い世代に対してやっぱり選択肢も提示さなあかんのというふうに僕すごい思いまして、そういうことも思ってたんで、で家さんは本当に皆さんの前に、本当に、推薦させていただけるだけの素晴らしい方だともう確信いたしましたので、またインターネットということで本当にまさに今の時代のこれからの政治を、まさに体現されていらっしゃるだろうという方だと見込みまして、今回私の方でお手伝いさせていただくことになりました。私もまだ選挙というのはちょっと広報とか PR 面的なところばかりで、ちょっと構成法のところは非常にまだ疎いので、勉強中なんですけども、皆さんとともに本当になんとか押し上げていきたいと思います。本当に19日の時は3人しかいなかったんですけど、もうこれだけ Facebook でも登録で2000人という、もう本当に短期間でこれだけの方が集まっていただきまして本当に心強いです。ぜひ、ちょっと世の中を驚かしてあげたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。この家入選挙どういうものかっていうと、本当に簡単に分かりやすく言うと、もう政治家、特に今回60歳以上ってさっき新田さんがおっしゃられてましたけど、その形のやり方ってすごい古いんですよね。もう決まっこれぐらいそのプログラマーとかエンジニアの人が、いわゆるその中の事務所の方に入ってやってるってケースは多分僕は、ね、なかったと思うんですね。でアメリカなんかでは2008年それから、オバマ選挙ですね、それから前回の2回目の選挙で、ものすごいそのソーシャルネットワークを使ったいろんなその技術とか、手法が生み出されてきて、でそこで、集まって、選挙が終わった後にそこから、展開して、
自分の仕事ですとか、あるいはこう会場を作ったりとかっていうので、ものすごいその源になったんですね。なので今参加している人とか、これから参加する人が逆に選挙が終わった後に、引き継いで、どん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 社会変えていけるといいなというふうに考えています。すごくその素直な人なんですよね。僕はやっぱこう政治家、今まで僕 100人以上の政治家の選挙を手伝っていて、まあ、8年ぐらいこの仕事をしているんですけど、まあ、そういう中でもう未だかつて出会ったことがないタイプが集まってるんですけど、これもうね、驚異的ですよ。他の陣営が見たら、もう本当なんですかね、喉から手が出るから欲しい。選挙事務局いつも言ってるんですよ、若い人巻き込むわ。来るわけねえだろ、こんな事務所みたいな。まあ、まあ、候補者とかそういうのスタイルにしても来ないんだけど、すごいですよ、後ろ見えないですよ。でもね、超すごい。これやばいですよ、何人だろう。これで大体ね、200人来てたら300人来ちゃう。ちょっと水増ししてたんで、勉強。これ多分300人って言っていいんじゃないかなぐらいね。うん、ね、うん、3万人も来てる。いや、本当にですね、こんなに平均年齢が低い参加者が本当にその選挙のイベントで来るとも考えられないし、昨日僕とりあえず24時間営業とかまたこの人みたいなこと言うから仕方ないから24時間起きてたんですけど、夜中ね、2人来てくれたんですよ。3時とか1時とかにね、ボスが来て、朝ね、あと7時あなんかもう、なんか朝早く分かるところが取れて、あ、取りに来てくれた人だ、ありがとう。いや、よかったと思ってね、本当に、まあ、もうびっくりですよ。僕8年選挙やって100人以上候補者やってこんなのが本当に初めてだし、逆に言うと多分二度とできないんじゃないかというような、まあ、そういう非常に面白いタイミングにいるので、これだけどんな人が入ってくると思うんですけど、やっぱりまあ今家里さんとも話してるし、チームの中でもやっぱり話してるのが、とにかく、まあ、選挙をハックしようというのはもともと家里さんが言ってて、そのハックっていうのは、まあ、公選法で決まってるからこうだっていうふうに、みんななんかもう思考停止して同じことを繰り返すんだよね。だから選挙カーしか使えませんと、で名前を連呼するしかありませんっていうふうになったら、みんな同じことをするんですよ。で、うるせえってみんな思ってるのに、何も考えないでそればっかりなんだけど、僕らはなんかそこをもっと違うんじゃないのって、やっぱそれを家里さんの場って違うんじゃないのって言ったら、みんな思考停止状態をパッと解けて、あ、なんかできるんじゃないかなって、そうして動き出す。で、本当にそのグループの方でもいろんなアイデアがポン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 出てきて、本当にほぼ終えてないぐらいですよね。で、なんか夜中にツイキャスとかしだすと、そこでまたなんか面白いね。そういうのの繰り返しで、なんかどん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 こう、まあ、本当に変えようと思ったら、なんか自分たちがこう変えていこうと動いたら、いろんなものが変えれるんだなっていうのが、本当に感じられる選挙戦になっていて、なんか家里さんのためにやってんじゃなくて、なんか自分のためにやってるような、そういう気分にこう巻き込まれていってなってくる。だから本当僕らの選挙だなと思ってやってて、これ東京都民じゃねえのが本当に悔しいなと思ってますね。ああ、そうだ。そうですよ。ああ、なんだよ。滋賀から来てんじゃん。あ、そうか、そうか。そうですよ。僕も、こんなにいる予定なかったら、服なくてちょっと買いに来なきゃいけない。こんなことにしますよ。まあ、そんな、ね、感じなので、ぜひなんか本当に参加してもらって、一緒に選挙を戦えていけたら、ここに来てくれてる人も、もちろん来てくれてないけど、こうやってツイキャス見てくれてる人にも、ね、一緒に やろうというわけです。はい。そんな感じで、残り11日間も皆さんと一緒にやっていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。上からその投票率が低いだろう、あとなんだその従来 の、ね、その政治家の方が高いところからマイク持って高いところからすいませんっていう言いながら演説するのを見ると、すいませんと思うんだったら下に降りろよって思う。政治とか選挙とかそういったものを、政治家だけのものだったものを僕らの手に取り戻すっていうのを一緒にやってくれると嬉しいです。点が集まれば真っ黒になるよね。点が集まれば真っ黒になるよね。